どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、クライオブフィア続きをプレイしていきたいと思います。で、前回まあいろいろ、ありましたが、とりあえず地下鉄に向かってるんだと思うんですが、銃撃戦になるということでね。あとあれですね、両手持ちできるんだよねとか言ってましたけど、これもできるよね多分。これのこうって、あ、やっぱできるね。はい、あのこの左手打ちか。あ、レティクルがでかいですね。まあいいや、あんま暗くないしもここで。銃をとにかく撃ってくる敵がいるのと、銃を落としてくれるので基本的にはグロックでいいかなと思いますが、まだいるよな、3人くらいいたと思うんだよな。あ、いますね。ここに来てくれればやりよう。あ、それヘッドショットがって言ってる場合じゃないんだよね。あれ？なんか爆発した？俺じゃないぞ今は。あー、まあいっか。これ拾えないかな？拾えるよね。どうすっかな。だいぶ食らっちゃったけど。注射器何本あんだっけ。あー、そんな多くないんだよね。まあでも使っておくか。で、レベルじゃないや、セーブしないで先行ってみるか。あー、いるな。撃ちまくった方がいいかな。あ、これ地下鉄だよな。あ、そうっぽいな。ここ、あれでもここ以外になんかあった気がするな、行くところ。注射器、ないかな。なんかこういうとこにあったりするんですよね。一応行けるところは一通り見るか。うわ、あ、違う、こっから出てきたんだよね。じゃあこっちの方になんかあったんだよな。あったあった。えい、よし、ヘッドショットだが、食らうのは食らったな。あ、マガジン10発までかな。まあいいや、そうですね、マガジン10個までかな。いっぱいは使わんから別に。うわ、入れる。あー、さっきのところもこっちはこっちで道なんだけど、なんかこうアイテムがあるんなら取り逃すのはちょっとまずい気がするんですよね。ちゃんとエスカレーター動いてる。ほんと回復アイテムがないので、あ、これは閉まってるのかな。そうだな、これか。え、ひヒューズかな、あれは。ヒューズが足りねって言われてるのかな。じゃあさっきのところだな多分。
回復アイテムがとにかくないのが不安ですね。あ、一応もうセーブかするだけするかな。一番下だけ取っておこうってしたので、明らかにボスと戦うか戦わないかっていう分岐があったとこだったんでね。うん、え、なんだなんだ、なんかチェーンソーの音したな。あ、そこ、いや、ちょっと引っかかった。いや、わからんわ。走る。追いかけてくるかな。追いかけてくるね。またこいつの行ったところに何かあったりするかもしれんけど、とにかく今は逃げなくちゃ。あー、そこかな。あ、こっち臭いな。あ、ん、いいの、逃げ切ったの。これで、あれを使ってってことか。倒せってことかな、あれを使って。ん、ここじゃないよ。あ、違うよね。なんかあそこまで行くといなくはなったけど、いなくはなったというか追っては来なくなったけど、いるんだな手前側に。これで一応これで閉めといて、閉めればまあ、でも何もないよな。何もないよな。ここにいたよな。あ、いるな。すげえ出待ちしてる。あー、くそ、ダメか。どういうことだ。別の場所か、わからんな。これは絶対合ってる。これ壊せってことかな。これで壊せる。置いてきちゃったんですよね、接近専用の武器を。あ、壊せる。こういうことか。
注射器ないかな。注射器探すってのもなんか良くはないとは思うんだが。おっと。外しまくっちゃったな。広いところはあの銃撃ってくるやつがいそうで怖いな。ロックドってことは開くかもしれないってことか。ここは川かな、それとも海かな。なん、いや、わからないな。またなんかこの上通ったりするかな。なんか迷路っぽいな。たまに回避コードが出ちゃうんだよな。あ、あー、これは多分バースト射撃とかができるハンドガンってことだろうけど。うわっ、かけるゼロってなってるってことはこれ用のマガジンがあるんだな。グロックとは違うんだな。威力高いのかな。なんかこいつ相手にしたのじゃ分かりづらかったな。うわっ、当たらん。うわー、弾切れちゃったもん。まあいっか。てかこいつあれだろ、普通に引いてたら無傷で自爆したな。弾拾ったら使えばいいかな。そうじゃなかったら M16 みたいにどっか置いときゃいいかな。ここだな。あ、さっきのやつか。いっぱいなんすよね。まあ、こっち優先して使えばいいか。じゃあ3点バーストっぽいからすぐに弾切れちゃいそうだしな。なんもないよね、他に。やべ、あ、こういうところにセーブポイント欲しいですね、個人的には。苦手だからこういうのが。なんかあるな。ん？これ、ここでいいのかな？まあいいんだな。ライフルか。
苦手だな。ん？入るところあったないからそこか。うわっ、うわっ、ダメージ食らったよ。うわー、最悪だ。これで終わるぞ。セーブ欲しいな。ここで死にそう俺。まさかここに入れたとかないよね。落ちたの、この先だよな。ここだよな。でも上に何もないから俺が、壁に当たってんなこれ多分。違うのかな。いや多分そこだろう。ちょっと敵に殺されるのは納得いくけど、ここで落ちて死ぬのは納得いかないな。そっちが関係ないよね。多分この先も関係ないよね。こっちだよね。こっちだね。ここだよね。さっきからずっと。あ、いけたわ。なんだ？うわっ。もうダメだこれ。あのここで今明言しますわ。これで死なないで次のセーブポイントに行ったとしても、多分そこでこの枠を終わりにしてもう一回やり直すと思います、そこまで。はい、でもし死んだとしてもこれ飛び移れるのかこれ。死んだとしたらそうですね、次のセーブポイントに到達してなくても次の枠でそこまで行って再開するとかやると思います。ちょっといくらなんでもこれはひどい。全く納得がいかない。セーブポイントあってくれ。回復アイテムないもんね。ああ、こっち側か。ないのか、セーブポイント。あ、なんかあれだよな、おそらくあの地下鉄に入るんだろうけどどんどん遠ざかってると思うんだけど。あ、セーブポイントあった。周りにあんまいないよね。一応セーブだけして
ただ、この句がここで真似して、おそらく、次回までにここまでをやり直すと思います。はい、では今回はここで終わりにします。どうもお付き合いいただきありがとうございました。